プララーンの休日は複雑に入り組んだ現代社会に鋭いメスを入れ、その一週間に起こったあることないことを徹底的に組み合わせるまとめ動画です。はい。ミルキーアイスバーを買ってきました。美味しそうですね。鬼滅の刃のコラボらしいですね。何でも鬼滅の刃やったらもう売れるんやな。入れ歯洗浄剤も鬼滅の刃作ったらええんちゃう？ほな、子供買いよる。何でも鬼滅やったらええ思ってな、ほんまに。なれたつけどね。いや別に鬼滅が欲しかったわけじゃなくて、ミルキーアイスバー食べたかったので、買ってきました。はい、食べまーす。はい、じゃあいただきます。今日は3日ヒゲ剃ってないんで、もうヒゲが最高潮ですね。お前ちょっと溶けてきてるやん。じゃーん、美味しそう。いただきまーす。うまいな。それはうまいわ。うん。なんか、でしょうねっていう感じ。驚きはないけど。そうかな。そうやな。うん。そうやな、僕これ好きかもしれん。ちょっとあっさりかもしれん。確かに。もっとなんか濃厚なイメージやんけ。ミルキーみたいな。うん。甘いさ。うん。そうやな、甘さもちょっと控えめかな。うん、甘いけど、うん。うまい、うまい。はい。沖縄のおじから、ゆずのお返しかな、これ。泡盛の詰め合わせが届きました。見てください、この圧巻の泡盛。泡盛って皆さんご存知ですかね？沖縄のね、強いお酒です。なんと度数が30度ありますね。こんなもん、あれやね、ストレートで飲んだらえらいこっちゃね。ぶったられますわな。これをね、今から親戚たちに配ってこようと思ってます。なんで？これが30度だよ。そうみたいな。あと25度だから。これ25や。で、しげちゃんとこにもあげたいんで、だから30度2つもありだと思って、うん、1個どっちか選んで。そうだね。こんなん見たらわからへんし。こんなん飲んだことないもんな。そうそうそう、名前では選びようがないね。いっぱいいろいろな、なんか雰囲気で。うん、はい、3本ももらえるんやったら3本、はい、好みの柄で40本赤、ね、見て38%だから、はい、この3本選びました。良さそう、こんなのもらえた。確かにそう思い返った時に、はい、おばあちゃんにね、お供えを先に。おばあちゃんお酒好きやったからな。はい、コップ一杯だけ、コップ一杯、そうそう、チーと私にも言うて言うてたな。ジャンパーって何やろ。ジャンパー、ジンパー、マイズル弁で違うやろ。あ、どうも、またまたパックの時間がやってきました。もういつものことなんでね、もうパッパと行きましょう。はい、今回するのはじゃーん、すごくないこれ、僕にぴったりゴールドマスク。なんでもなんか高いやつ入れたらええと思ってへん。ダイヤモンドしかりさ、金ってええんか肌に。じゃあこれやってみたいと思います。あ、ちょっとなんかでも柑橘系の匂いするぞ。あれ、なんか匂い違う、前までのと。こっちの方がレモンっぽい。やめてっち言った。正直金の匂いとか分からへんしな。匂いする、どうや、金の匂いする、どうや、チタン、どう、金の匂いする、金持ちの匂いするか、どうや。ジーピー見えへんよ。はい、じゃあやりたいと思います。もうこれ冬ばっかなんな、冷てぇ。うん、倒したあかんやん。うわ、冷てぇ。まあでもパックもね、何でもかんでも毎日したらええっちゅうもんじゃなくて、栄養成分なので、週一でいいと思うんですよ。ただ、毎日した方がいいのは、化粧水、コットンパックはした方がいいらしいですけどね。僕は、用しません。めんどくさい。うっ、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 はい、完成。チータン。また一週間終わったね。なんやねんの。
何やんのその手何やん気になる。なんでそんなことなの。赤へんくって。赤へんくってもさ。食べてる。食べたあかん。バーバーン。これハニーバターチップ。いつぞやご紹介した。食べたやろチータン。ちょっと舐めたん。ちょっと舐めてみた。なんでこんなことなる。おかしいやんこんな。おかしいおかしい。食べて。味が良ければってなやつか、うん、じゃあちょっといただきたいと思います。美味しいで。じゃあハニーバターチップ、ハニーバターチップを食べてみたいと思います。ちーちゃん食べていい、はい、いただきます。うん、ほんまやわ。幸せバターや。僕ね、いや好きやねんけど、あえて買おうとはしない味なんですけどね。うん、表示はまあ好きやねこれ。うん、僕塩辛い方が好きやから。甘いのいらん。うん、あのあれ好きやった、サワーサラダみたいな、何だっけあれ、酸っぱいやつ、うんうんうん、まあうまいうまい、ほんのり甘さがねあって美味しいです。ハニーバターチップ、あの興味ある方はね、幸せバター好きな人は美味しいと思います。どうチータあげへん。はい、今日は12月22日、冬至の日です。冬至とは、1年の中で最も夜が長く、日が短い日で、日らしいですね。この日にね、ゆず湯に入ると、1年健康に過ごせるという言い伝えがあるみたいです。なじゃあ入りたいと思います。あー、気持ちよろしいね。これは、正真山が撮ったゆずかな。なんかね、ゆずには赤切れとか肌荒れを防ぐ効能もあるらしいですよ。香りがいいわ、まず。まあ、なんなんやろ、ゆず湯とか勝負湯とかね、正直なんてことない日本のイベントですけどね。こう一見しょうもなく感じることを、こう、なんかこう取り入れてね、日々の生活に。あ、取れた。こう少しでも非日常を味わおうとする。日本人の知恵ですよね。と、なんかありそうなことを言ってみたり。ああ、気持ちいいわ。ちなみにね、今夜の2時半なので、もう、厳密に言ったら冬至ではないんですけどね。もう23日なので。あ、まだ撮れた。こんばんは。めちゃ暗くて何のこっちゃわからんと思いますけど、ただいまね、朝の5時42分。僕が寝る時間でございます、大体。このね、見えへんと思うけど、ほら、メグリズム、スヌーピーバージョン、これをやって寝たいと思います。目がね、目の疲れが取れますからね。これも不思議じゃない?これ、なんでこれ開けただけでさ、あったかなんやろ。なんか怖ない?メグリズム。匂いに来た、匂いに来た。これバリってやったらね、あったかくなり始める。かわいらしい、見てこのスヌーピーちゃんね。でも本人はこれつけてると目閉じてるから、スヌーピーのかわいさがわからへんという、白もんでございます。なんでこれあったかなんやな、でも。空気に触れたらかな。こないして、はい、これで、ぬくくなるのを待って、寝てしまう時もありますね、このまんま。はぁ、今日も終わった。はい。本日いただき物でこんなものをいただきました。銀座プリンですよ。めちゃめちゃ美味しそうやん。ほんまにありがたいですね。くださった方もありがとうございます。もうね、ひょちママがもう食べよう食べようと。私の好物を知っていただいて。ほんまにありがとうございます。じゃあちょっといただきたいと思います。こんな風に貼ってみたいですね。それをまず取って、もう食ってるやん、食べてるやん。ちょっと待ちいいな。なんで僕より先食べてるの。分けてね。でこのね、プリン用カラメルソースがまず別でついてるというね、素晴らしい。めっちゃ空気入ってるし、やっててください。
うわーいいですね。これでも全部かけないんですよ。ちょっと置いといて作って食べてまたかけていく方式で。うわーめっちゃ美味しそう。ではいただきたいと思います。はい、ではいただきたいと思います。めちゃくちゃ好きやからな、ブリ美味しそう。あ、いいですね、このしっかりした感じね。そうそうそう、うん、硬いの好き。いただきます。美味しそう。めっちゃうまいやん。あ、まだ1回目美味しい。うん、ほんまや。あのな、僕な、カンカンの昔あった缶詰みたいなプリンが大好きなんですけど、それに近い素朴やけどもちゃんとカラメルのこのね、苦味ねって言われてもな。美味しい。うん、幸せやな。うん、卵の味もうまい。美味しいわ、マジでうまい、これやばいな。うん、おはようございます。おはようございますというか、まあ今8時なんですけどね、朝の、僕が寝る時間です。これから寝ようと思うんですけど、こないだね、あのメグリズムっていう使い捨ての、アイマスク、ホットアイマスクをいいよって紹介したと思うんですけど、やっぱりね、それもいいんですけど、使い捨てなのでちょっとね、繰り返し使える方がいいかなと思って今回こういうものを買ってみました。じゃーん、アイピロー、じんわりゆっくり温まる小豆シリーズ、アイ、ん？北海道産小豆使用というわけで、小豆が入ってるんですよね。これだからチンして使えるっていう。で、僕これ使い捨てじゃないと思ってたら、半永久的に使えるんかなと思ってたら、繰り返し使用可能回数は約200回って書いてあります。数えられへんよな、こんな。まあ毎日使う人やったら、うん、どうなんでしょう、半年ぐらい使えるってこと。いや、200回大丈夫ちゃうの、こんな。なんかでもね、小豆はね、虫湧きやすいので、あの、ちゃんと乾燥させてね、使った後は、しとかんとダメみたいですけど、ちょっと開けてみようか。もうね、目を使う仕事しかしないから、ほんまにね、眼精疲労っていうの、すごいんですよね。これ Amazon でね、1000円ちょっとで買いました。電子レンジで20秒から30秒温めてくださいと書いてありますね。そんな温めでいいね。あ、ちゃんとすごい。見て。あの、ここにゴムバンドついてますね。こんな感じで。で、これ中がね、出せるんですよ。こんな風に。あ、めっちゃシンプルな感じですね。なんやったら作れるぐらいのもんやけどな。まあ、ほんまにね、あのね、小豆買ってきて作れるみたいなので、皆さん買うよりも作りたい人は作ってみてくださいよ。ミシンで袋型に塗るだけやし。出てこうへんな。よっしゃ。はい、こんな感じでね。あ、ちゃんと2個に分かれてる。すごい。まあ、これだけでね、洗えるんでね、清潔やでっていう話です。で、この、ね、布にね、あの、精油とか垂らしていい匂いにしてやってもいいし、僕は今回オレンジスイートという精油をちょっとだけ垂らしてみようかな。あの、ちゃんとアルコールで希釈したやつで振ってやってくださいね。ちょっとチンしてやってみましょうか、早速。はい、温めてみました。あのさ、すんごい小豆の匂いがする。こんな小豆はすんごいほかほかやし、結構熱くなるな。ちょっとやりすぎたかな、挟まさなんかな。なんかね、若干小豆の匂いするんですよ。これがなんかアロマ的にリラックスできそう。ちょっと蒸気で濡れちゃったんですけどね。じゃあ早速やってみたいと思います。これを、あ、こんなにして、おお、いいね。あ、ええー、やん、ぬく、めっちゃぬくい。熱い、熱々い、熱い。ちょっと触らなあかんわ、熱っ。おー、ぬく。あ、でもこれ、メグリズムより、ええかもしれん。なんかあのね、この、なんやろ、メグリズムってペラインやけど、この小豆はこう、ボコボコしてるから、ちゃんと眼球にこう合わして、沿って、やってくれる感じするな。あー、気持ちええ。うわー、めっちゃ気持ちええわ。寝てしまいそう。ほんまね、目は大事なんでね。ちゃんと、いたわらんとダメやな、チーピー切ったん。うん、切ったん。
え、匂いするやろ、小豆の匂いするやろ、口臭い口臭いんかいやめて。今日はね、YouTube でなんと東方神起の生ファンミーティングみたいなのがあるということでね、承知ママ早引けして帰ってきました。今やっと終わったんですけどね、どうでしたか？幸せやらしいです。やっぱりあれね、推しがいるということは生きる活力になりますね。